開幕戦の、武蔵野戦に比べて硬さも取れて、宇部戦では、前半特にいいパフォーマンスを保ち続けながら、できたと思います。次の試合に向けて、しっかり準備して、3連勝目指して頑張りたいと思います。前回 JFL 初ゴールを奪えたことで、まあ、自分とも勝ったと思います。自分としてはもう監督に言われたことを実践して奪えたゴールなので、まあ、自分の成長につながったゴールだと思います。次の試合はホーム開幕ということで、まあ、サポーターに向けてしっかりゴールを決めて自分の存在をアピールしたいと思います。まあ、開幕戦とは違って緊張感もうまい感じに抜けていたので、いい入りがチームとしてできたと思います。難しい時間帯もありましたが、しっかり得点を取って勝ち切れたので良かったと思います。ショーチさんからいいボールが来て一発で決めたかったんですけど、いいとこに転がってきたので、まあ、初ゴールできて時間帯も良かったので、まあ、いい得点だったかなと思います。ホーム開幕戦っていうこともありますし、チャンピオンになるために簡単な試合はないと思うので、気を抜かずしっかり、皆さんの応援に応えて勝ちたいと思います。